皆さんおはようございます。えー、5月28日、えー、朝、ただいま時刻は8時30分を過ぎております。えー、純ガチンコトーク。えー、っとね、本当はあのデジカメで撮りながら喋りたかったんですけど、ちょっと歓静な住宅街で喋ると結構周りに響くんで、えー、音声だけあふれこしてます。 さて、えー、家庭菜園その後どうなったかというのでね、ほら見てください、これナスビ。でっかくなったでしょねえ、だいぶ伸びましたよ。これそろそろね、添え木をしてちょっとこうポールをね、立ててやらないと、えー、重さでね、枝が曲がってくるんじゃないかなと思うんですけど、こっちね、西洋ほうれん草。なんかちょっと葉っぱ虫に食われてますけど、まあ、虫が食うということは安全だということです。 私はそういう目安でいきたいと思います。卵がついてるキャベツとかやっぱりちょっと気持ち悪いけどね、虫が食ってるキャベツは別に私はどうもないです。はい。でね、えー、っと、ブロッコリー。これね、むちゃくちゃ密集してたんで株分けしたんですよ、先週。でね、株分けにちょっと作業に失敗して、えー、分けるときに根っこが切れちゃったりし,しちゃったんですよ。したやつがあって。で、こう、一本ずつね、こう植えていったんですけど、 もうべちゃっとなって最初ねこの土に張り付いてたんです全部寝たままなんだけどそのうちほら茎がぐっと上曲がって上向いてきたでしょやっぱりこの生命力の凄さってすごいなと思いますうん私横いやってもう太陽に向かって伸びるのっていう感じですよね上にぐっと茎が曲がってね上がってきたんですよね、うん、もうちょっと頑張ってくれっていう感じですけどこう2つのプランターに分けましたはい これもね、なんかちょっと葉っぱ虫に壊れてたり、まだあの、アヘって言ってるやつもありますけど、まあちょっと根っこ切れたりしたのもあったんでね、ちょっとかわいそうだったんですけど、あの、丸い鉢植えから分けるときに、シャワーで水を当てながらね、こう土を少しずつ崩して、で、えー、葉っぱと根っこだけにして全部土を洗い流して、で、こう分けていったんですけども、根っこが絡まっててどうしてもね、分かれなくて、 切れちゃったたりしたんですよねちょっとそれがかわいそうでしたまあしかしあのー、このナスビの成長ぶりたくましいなこのほうれん草も早く育って家族みんなで食べたいと思いますはい